材朝倉を滅ぼして包囲網を瓦解させたことで京の周辺は平穏を取り戻しつつあった。一方で上杉、武田、毛利といった強大な勢力は未だ健在であり、織田を脅かし続けていた。そんなある日、三河の家康から救援要請が届く。武田勢が侵攻を開始したというのである。武田勢を率いるのは千年の上洛戦を中止して以降病に伏し影を潜めていた武田信玄だった。家康の要請に応え、信長は自ら大軍を率いて出陣。その陣中には蟄居を解かれた柴田勝家も加わっていた。信長編第5章、天馬、長篠の戦い。待たせたな。信長。来たか、十兵衛。行くぞ。乱世の断り。奪たらきなら俺に任せな。兄上、遠路ご加勢を賜り恐れ入ります。構わん。武田は目の上の子分、いずれ叩き伏せるつもりであった。とはいえ武田は盛況、我らも力を尽くしてきましたが、三河への侵攻を防ぐだけが精一杯という有様です。前線の長篠城を囲まれ、今や落城寸前。どうか兄上のお力をお貸しください。案ずるな。もはや武田の栄光など過去の話。今やどちらの格が上か思い知らせてやるわ。この地で武田を完膚なきまで。で、あるか。派手に叩き潰す。一人残らず打ち果たすのだ。兄上、武田の騎馬隊は盛況を極めています。どのように戦われるおつもりですか。鉄砲を持って奴らを葬る。そのための馬防柵必ず守り抜け。格下の織田ごときに負けるはずもない。追いつけ。織田勢と共に前線部隊を救援するぞ。我らが来たことだ。敵は早期決着を狙ってこよう。本陣の守備を怠るな。まだ援軍は来ないのか。これ以上は耐えられぬぞ。長篠城は敵に包囲され陥落寸前のよう。別動隊は急ぎ飛びガス山を進む。敵の裏を取れ。馬防柵か。手触りだ。取り除け。敵に不穏な動き。狙いは馬防柵か。警戒を厳しくしておくべきやもしれん。気づかれたか。
急いで馬防柵を壊すぞ。カイのトラックか。かつての俺ならば手も足も出なかったであろうが、今は違う。宇宙人敵を押し返せたようだな。そのまま前線を維持しておけ。敵将撃ち取ったぞ。ここで死んでは銃を尽くせぬ。お見事にございますな。守り抜いたようだな。引き続き警戒しておけ。敵に情けはかけぬ。開門。敵はどこかに兵糧を蓄えているはず。怪しいのはあの砦か。宇宙人旅館的中。兵糧がたんまりあるぞ。こっそりいただいていくか。宇宙人やるか。で、あるか。これで武田勢の戦意はだだ下がりだ。いやはや、さすがでございますな。討ち死に。どれ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 。増量どもじゃ相手にならぬ。増兵どもじゃ相手にならん。討ち死に。任せておけ。御座。お見事にございますな。敵に情けはかけぬ。討ち死に。逃がさん。何人も止められぬと知る。止められぬと知る。開門。討ち死に。燃え尽きるがいい。いやはや、さすがでございますな。橋本を救援しようというのか。逃がさせぬ。敵将討ち取ったり。この間騎馬隊を出せ。開門。
ってあるか。開門。長篠城攻めの手が緩んだ今が好機。飛びがストイデを落とせ。敵の攻め手が緩んだ。今のうちに体勢を立て直せ。敵の狙いは我らの鉄砲隊とみて。これ俺がもう一歩を触れさせやせんぞ。なんとか鉄砲隊を守り抜いたぞ。権力の働き見事であった。味方の兵が武田勢に囚われているらしい。助けてやれればよいのだが。援軍を求めるため城を抜け出たというのに敵に捕まってしまうとは。あれは長篠城の足軽か。助けられるものなら助けたいが。今だ。強欲より敵を一呑びにせよ。開門。お助けいただきありがとうございます。長篠城の仲間に援軍が来たと知らせます。おーい、長篠城のみんな、援軍はすぐそこまで来ているぞ。おお、スネーモンがやったか。みんな、援軍は近い。奮起するのだ。敵の本体が出てきた。奴らを迎え撃つ。鉄砲隊構えよ。打ち死に。放て。敵を一掃せよ。つけ入る隙を与えるな。休まず放て。なんと織田の射撃は止むことを知らぬのか。父上、ご案じなさいますな。任せておけ。おうさ。この程度でひるむ武田騎馬隊ではありませぬ。これまでか。行くぞ。開門。あの信玄が背を向けて逃げるのか。おうさ。何かの策か。あるいは織田の別動隊か。おのれ、長篠城へは行かせんぞ。信玄を逃がすな。別動隊は長篠城を奪還し先回りせよ。敗北条件変更。開門。の一撃。飛びがストリデは制した。急ぎ長篠城へ兵を進めよ。父上がいる限り武田は滅びぬ。皆頼む、父上の撤退を援護してくれ。本体を逃がすため蝉の突撃。武田がこのような戦をしようと。武田が敗れるなどあってはならぬ。たとえ差し違えようともお前たちを撃つ。おんさ。武田の名を汚してしまうとは。父上に合わせる顔がない。敵が前線より後退するようこの機を逃すな。全軍追撃せよ。ついに援軍が来てくれたか。みな、もう絶えずともよい。撃って出るぞ。撃ち死に。
打ち死に。打ち死に。どうした。打ち死に。打ち死に。で、あるか。救援、かたじけない。我らも信玄を撃つべく進軍しようぞ。敗北条件変更。開門。打ち死に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 。急げ。我らの確保した撤退路へ親方様をご案内するのだ。親方様、撤退路を確保いたしました。今お助けしますぞ。申し訳ございません。急げ。の一撃。これぞ鬼の名を取る無双の武ってな。近寄るでないわ。行ってきたぞ。来よ。行かしようかね。この大役か。わしには荷が重すぎた。打ち死に。
あの者もしや影武者。敗走する武田勢に紛れ探りを入れてまいりました。それで何か分かったか。戦場にいた信玄は影武者、当人はすでに往生しているものとみて間違いないかと。そうか、信玄は死んだか。半蔵、大義であった。私は今まで死せる信玄に怯えながら武田と戦っていたというのか。気に病むな。もはや武田は死にたいだ。家康、あとは任せてよいな。はっ、お任せください。天下一心が一日も早く叶うよう力を尽くします。増したよな、信長様は。ああ、一切の迷いを捨てたかのように見える。俺には親父がよくわかんねえよ。光秀さんは分け知り顔だが、俺はいつも置いてけぼりだ。そう思ってんのはお前だけじゃねえよ。だが、気張ってついてくしかねえだろう。そういうこった。信長様についていきゃオイラたちも大出世間違いなしってな。秀吉さんは出世出世っていつもそればっかだな。そりゃそうさ、世の中を変えたきりゃもっと偉くなんねえと。俺は信長様を信じてついていくだけだ。信長様にもそう約束したからな。どうあれ、我らの進むべき道は一つ。みんな共に頑張ろう。